山活動でできたものじゃないわね。人工的に作られたか、地殻変動によるものかも。あら、ごめんなさい、取り込み中だった。外側の建物とは水面下でつながっているんだ。これで降りるみたいね。それとも泳ぎたい？アイコンの預言者のシップからハイチャリティとかいうところへの通信を傍受したわ。どうも真実と慈悲の預言者への正式な謝罪のようね。地球への攻撃はカイコンの預言者のフライングだったのね。彼は人間の存在は予告されていなかったと反論しながら、自分の早計さを許すよう他の預言者たちに頼んでるわ。だからあんなに小規模の艦隊だったのね。でも預言者のくせにそんなお粗末な情報しかなかったなんてちょっと妙ね。アイコンの預言者のシップにハイチャリティから返答が入ったわ。真実の預言者からの暗号化されたメッセージよ。聞いて。そなたの軽率さはコブナントの構想の成就を危険にさらした。だがその失態を公衆にさらすことは免れるであろう。
それも慈悲の預言者と評議員のおかげだ。真実、慈悲、開墾、この3人が大祭司ね。開墾の預言者を倒せば奴らの統制を崩せる。まあ真実の預言者にとっては願ったりかも。ファントムが旋回してる。こっちに向かって撃ってくる気よ。さっさと退散しましょう。